はい、こんにちは、前田です。今回は MLB ザショー20を対象にした小技、裏技をいくつか紹介したいと思います。時間割はこんな具合です。興味あるのだけ見たい場合は飛ばしてください。全部知ってるって人は動画の終わりまで飛ばしてください。では行きます。はい、無課金でスタブを節約、稼ぐ方法を説明します。まず節約ですが、マーケットを利用する際に必ず、Buy Now で Sell Now を基本行わないでください。よっぽどすぐ買いたい、売りたい場合はしょうがないですが、そうでもない時にこれを行うと間違いなく損です。じゃあどうするかというのを説明しますね。では不良債権、あ、間違えました。菊池雄星で試していきます。このページを開くと、バイやセルの欄に値段が映っていますよね。これはオーダーと言います。他のプレイヤーがこの値段で買いたいですよ、売りたいですよという希望額のページをオーダーと言います。これを我々も行いましょうというのが節約術です。これをするだけでより安く買え、高く売れます。ではやり方です。まず買いたいとき、バイの欄を選んで×ボタン、すると右に3つの選択肢が出るので、クリエイトバイオーダーを選択してください。するとこのような画面となり、あなたの買いたい額を数字入力できるようになります。そしてどの額を入力すればいいかというと、中央にあるセルの欄に注目してください。この一番上にある数字より1多くなるよう入力すればいいです。そしてファイナライズオーダー、確定ですね。それを押すとオーダーの提出が完了します。このオーダーが真上にある状態で、誰かがセルナウしたら交換成立ということで、あなたの元に入力したスタブ分で購入した菊池雄星、ああ間違えました、不良債権が届くわけですね。セルオーダーも同じですね。売る場合は一番上に来るには、一番上の額より1少ない額が必要です。154なら53ですね。はい、オーダー投入完了です。この方法を駆使して無駄にスタブを使ってしまうのよ、やりくりしていきましょう。では稼ぐ方法です。コレクションの欄に行ってください。そこでクリエイテッドプレイヤーというものがあります。これは各ポジションごとにライブ選手を一定数コレクトすることで報酬が得られます。これがなかなか美味しいので進めておくことをおすすめします。次の方法はショーダウンを繰り返すことです。これ実は経験値、スタブともにとても報酬が美味しいので、繰り返し行うことをおすすめします。行うショーダウンはこちら、ステージ2のアリーグ、ナリーグのどちらかですね。始めるのに1000スタブいりますが、1から10にクリアした場合、プラス4000スタブと 17150XP が経験値としてもらえます。進めるコツについてですが、必ず野手を優先して獲得してください。投手は先発とリリーフにある程度能力を持った人が1人ずついれば問題ないです。そして最後はマーケットを利用して稼ぎます。みんなに分かりやすいよう言い表すと転売ですね。選手を安く買ってより高く売る方法です。例として大谷くんで見ていきましょう。先ほど教えたオーダーのやり方を駆使して、セルの一番上1598スタブで買い、バイの一番上2184スタブで売ります。これをただ繰り返すだけですね。少々面倒かもしれませんが、手っ取り早く稼ぎたい場合はこの方法がおすすめです。はい、次はモーメントを楽に進める方法です。この方法は複数試合を用いてクリアするモーメントのみ有効です。方法は簡単、試合中にゲームを閉じればその試合での結果をなかったことにできます。実践としてマンスリーでのモーメントにてやっていきます。これですね、3試合でクリアするモーメントで、あと1本ヒットを打つだけでクリアですね。この右側、残り2試合となっているのを覚えておいてください。ではやっていきます。
fake. さあ、アンターソー君はこれで2打数0安打になりました。味方からしたらバカかこいつはと、明日からいじめられちゃいますね。そんなアンダーソー君を救う方法が一つ、この試合を終わる前にゲームを閉じちゃいます。そして再起動。するとあら不思議、残り試合数が2のままリセットできましたってことですね。アンダーソン君もさぞかしホッとしたことでしょう。この方法を駆使してモーメントをより楽に進めましょう。投手操作時のこちらをご覧ください。そこにあるコンフィデンスとは、いわゆる投手の調子を表し、投球内容によって増減します。打たれたりフォアボールを出すと調子が下がっていき、投手のコントロールや球威が下がってしまいます。そこで十字ボタンの上を押してみましょう。マウンドビジットというものがあるので、それを選択します。選手を集め投手コーチと話をさせていますね。さあ戻ってみましょう。あら不思議、コンフィデンスが回復していますね。選手が打たれてしまったものの、もう少し投げさせたいっていう時に使えます。実はこのマウンドビジットですが、ブルペン準備の短縮も可能です。通常リリーフをブルペンでウォームアップさせず、ゲージの充填、いわゆる準備できてない状態で登板すると、コンフィデンスが下がった状態での登板になってしまいます。ところがリリーフを準備させてすぐマウンドビジットを使ってみます。そしてもう一度ゲージを確認しましょう。 50% ほど増えていますね。これで少し早くリリーフを万全な状態で登板させることができるようになります。以上が MLB ザショーに関したちょっとした裏技、小技となります。実のところまだまだあると思いますが、効果が大きく手軽なものとして紹介しました。他にもいいのがあるよって場合はコメントしていただけると幸いです。はい、以上で終わります。さよなら。